超合衆国最高評議会議長スメラギカグヤ殿、我が神聖ブリタニア帝国の超合衆国への加盟を認めていただきたい。ゼロ様、各合衆国代表3分の2以上の賛成が必要だと分かっていますか？もちろん、それが民主主義というものでしょう。そうですね。やはりこれは失礼ではないかな。ブリタニアの悪号は先代シャルル皇帝のせいかと。ギアス対策か。しかしこれでギアスのことは黒の騎士団の中核メンバーとカグヤしか知らないとはっきりしたな。あなたの狙いは何ですか？悪逆皇帝ルルーシュ。これは異なこと。今のブリタニアはあなたたちにとっても良い国では。果たしてそうかな。超合衆国の決議は多数決によって決まる。この投票権は各国の人口に比例している。中華連邦が崩壊した今、世界最大の人口を誇る国家はブリタニアだ。ここでブリタニアが超合衆国に加盟すれば、過半数の票をルルーチ皇帝が持つことになる。つまり超合衆国は事実上あなたに乗っ取られてしまうことになるのでは。そうか、やっぱりあいつは悪人か。あなたって本当におバカさんだったのね。あんたと？どうなんだルルーシュ皇帝。違うというのなら、この場でブリタニアという国を割るか、投票権を人口比率の 20% まで下げさせていただきたいな。カグヤ殿、一つ質問してもいいだろうか。何でしょうか？世界を滑る資格とは何ですか？教授です。人が人を滑るには。いい答えだ。あなたはやはり優秀だ。しかし私の答えは違う。聞かせていただけますか？壊す覚悟。壊す？世界も自分自身すら。いけない、やっぱり何か仕込んで。しまった。皇帝陛下に対する無礼は許しません。索敵犯、何をしていた？申し訳ありません。海中からいきなり。脅迫するつもり？代表たちを暴力で。アシュフォード学園に急げ。カグヤ様を救い出すんだ。ブリタニア軍が移動を開始しました。何？航海から日本の領海へ入りつつあります。ここで奇襲とは。超合衆国への加盟も学園を指定したのも全ては自分自身をおとりとするため。しかし国際的な信用を裏切ってまで。いいえ、もはや信用などいらないということでしょう。やっぱり目的は独裁政治。貴族制を廃止しながら自らは皇帝を名乗り続けた男。そうだ、ゼロは。ルルーシュは世界の敵となった。